はいどうもお疲れ様です。 DIE ルーでございます。というわけでね、正月なんでね、おせちでも食べて酒でも飲んで寝とったらですね、こうパッチノートの情報が来てるということなんで、早速動画にしていこうというわけでですね、ちょっと眠たいんですけれども、見ていきましょう。で、パッチノートの前に同時にですね、次のイベントのトレーラーも出てるんで、まずこれ見ていきましょうか。はい、どうぞ。死んじゃった。はい、というわけでね、次のアップデートがですね、1月5日ということですね。まあ時差あるんでぴったしに来るとは限らないんですけれども、はい、で早速ですね、見ていきましょうか、イベントの内容で。今回のアップデートの目玉がですね、新登場のゲームモードのエアドロップエスカレーションテイクオーバーというものと、あとはパスファインダーダウンテイクオーバー、タウンテイクオーバーですね、パスファインダーダウンテイクオーバーというもので、ジブラルタルのスーパーレジェンダリーアイテムですね。で、新登場の豪華報酬アイテム、マービンということですね。あとはバグ修正とかになっております。はい、でエアドロップエスカレーションテイクオーバーどういうモードですかっていうことなんですが、基本的には通常のゲームモードをベースにしているというものですね。で、違いは、はるかに大量の補給物資が投下されますという違いがありますね。で、ラウンドが開始した時点で、いきなり補給物資が4種類ね、出現ということです。で、シーズン1か2ぐらいの時やったんですけど、だいぶ昔の話しますけど、その頃のラウンド開始時点でいきなりケアパーキが降ってきたところがあったんですよ。その時は確かエルスターがケアパーキ武器やったのかな。もう、エルスターがケアパケ武器っていうことすら知らん人多そうですけれど、多分そんな感じだと思います。で、各補給物資にはフルキット武器が含まれていて、武器のティアなど収録の内容をラウンドによって変化するということですね。ラウンド1の場合はレベル2のキット、ラウンド4の場合は赤のアーマーと武器クレートと、だんだんねレベルが上がっていくようです。で、そのケアパケがさっきも流したね、こちらのケアパケになってますね。ロングマスとフラットラインとあるんですが、これちょっとよく見てほしいんですよね。はい、こちらフラットラインに見覚えのあるポップアップがついてますね。はい、シーズン4かこれ、3か4どっちやったかな。アンビルレシーバーがね、どうも復活してるようですね。はい、アンビルレシーバーっていうのは弾を2発消費する代わりに単発モードになってダメージが上がるというね、そういうポップアップになってます。で、多分ですけど、アンビルレシーバーが通常のマッチにポップアップとして出現するんじゃなくて、このイベントの時のフルキット武器にだけついているんじゃないかなとも思ってます。これは情報出てないんでわからないんですけれども、そんな感じしますよね。で、そのケアパケにこちらハボックとかも含まれるんですが、まあ、ワンチャンこのハボックとかもまあセレクトファイヤーも同時についてて、単発とフルオート切り替えられたりするのかなとか思ったりしてます。わかんないです。もうあくまでこれは想像です。はい、続きまして、パスファインダーのタウンテイクオーバーについて説明していこうと思います。で、こちらですね、こうリングに入ったらもうね、これライジンのリングみたいな感じで、もう殴り合いですね。はい、総合格闘が始まるというわけで、武器の使用とかアビリティの使用が禁止されるということです。殴り合いだけで決着して、外からはダメージとか、入れることができない、つまり邪魔されないということですね。で、多分1対1の喧嘩とかじゃなくて、こう自由にリングにいっぱい入れるみたいですね、画面を見てる限りは。はい、で、ここでね、アイテムコールみたいなのができて、それをね、壊すとレアアイテムがゲットできるということですね。
はい、でこちらが、ジブラルタルのスーパーレジェンドアイテムですね。当初なんかフィニッシャーの時のコンボなんて言われてましたけど、もうかっこいいね斧が登場するということですね。はい、にぎにぎしたらね、こう炎みたいなのがバッと出てくる感じで、多分やけどコースティックのスーパーレジェンドアイテムと一緒で、こうレアモーションとかまたあるんじゃないかなと思ってます。まあコーヒー飲んだり雲が出てきたりしたのかな、コースティックの方は。まあジブラルタルもね、なんか新しいモーションがあるかもしれませんね。はい、でかつて廃止となったマービンが今回はアリーナでレジェンドをサポートするようプログラムされて登場しますということですね。でマービンと接触するとアイテムを入手できて、まあマービンの表情に合わせてアイテムのレア度が変わるということです。これちょっと面白そうですね。アイテムを手に入れたらマービンに感謝の言葉を気に入らなければ射撃の的にしてもいいかもしれません。まあ倒すこともできるということですね。で実際打つと彼らの腕が外れて、それをインベントリに入れることができます。腕が外れてる別のマービンを見つけて装着させれば、まあお礼の報酬がもらえる場合があるということですね。これなんか面白そうですね。まあ普通にこうやってね、マービンに腕を装着させてもいいですけどね、こうインベントリバックパック3全部腕にしてみたなんていうね、しょうもない動画が作れる可能性があります。はい、でここからですねアプデ情報見ていきましょう。で一番びっくりしたのがね、ホライゾン弱体化しないっぽいですね。いやこれびっくりしましたね。もし CR カップ前にアップデが来たらどうしようってマサノリさんと話したんですよ。絶対ホライゾン弱体化されるからちょっと CR カップの構成変えなあかんねっていう話もしてたんですけど、どうもホライゾン弱体化しないっぽいですね。まあ強力ですが圧倒的ではないっていうことで、まあ結構強いと思いますけどね。まあ少なくともオクタンを使う意味がないっていうレベルなんですが、はい。でランパートの場合は全体的能力向上する必要がありました。あ、ようやく気づいてくれましたが、まあランパートシーズン7の初期はね、なんかドローンに乗ってミニガン空中から撃ってましたけどね。まあそれぐらい、まああれはちょっと強すぎですかね。でコースティックですが、シーズン7の環境そのものがコースティックに有利に働いていますが、それでも強化策を実行する必要はね、正直オリンパスコースティックそんな見ないですけどね。はい。でランパート強化バリケードに関してクールダウンを30秒から20秒に引き下げました。はい。でコースティックはノックスガスのクールタイムを25秒から20秒に引き下げましたということですね。結構コースティックだいぶ強い気がしますけどね。やっぱワールズエッジのランク前じゃないですか今って。ワールズエッジってコース結構強いんで、なかなかこれはヤバそうな雰囲気がします。でランパーに関しては多分ね、まあ、強化バリケードぐらいじゃそこまで俺人口増えないのかなと思ってますけどね。もう設置中に壊されないようにしてほしいかななんて思いますけどね。はい。で武器の弱体化あります。はい。ヘムロックとマスティがね弱体化ということで、まあ正直ね、まあ俺はスナイパー使うけど、ランクマの超安定構成ってヘムロックマスティフっていうとこあったんで、まあ順当かなと思いますね。はい。ヘムロックダメージが22から22引き下げということですね。はい。うちのクランのジョンが泣いてるんじゃないかなと思っております。レベル5アーマーが225なので、以前までは11発キルやったんですね。それが11.2 12発キルということでね、まあダメージ2減少は結構デカめなアップデートですね。まあ特にバーストもあれなんですけど、単発モードで20ダメージもちょっと少ないですよね。単発ちょっと強化してあげてもいいかなと思います。でマスティフに関してですが、拡散範囲が広がったということですね。前回以前までは 7.5 度ですが、今回から10度ということで、まあ少し中距離から打った場合のダメージが減るということですね。ただまああくまでやっぱり近距離戦に関してダメージが減るわけじゃないので、まあ、近距離武器としては今までもね最強に近いところにいそうな気はします。まあこれはアップできてから検証してみましょう。はい。でプラウラの銃弾数が175から210に引き上げということですね。まあちょっと弾数少なかったんでね、はい、まあいい調整かなと思います。はい。次快適性の向上ということで、これ結構いいですよ。促進剤アルティメット促進剤をインベントリを開くことなくね、シールドバッキーとかと同じように使えるということやと思います。スライディングしながら促進で使うとかちょっと難しかったんで、これはいいですね。はい。でこれ結構ありがたいですね。3人でロビーで準備完了をしてる時に1人が何らかの形で抜けちゃった場合、2人でマッチいっちゃう場合があったじゃないですか。あれがなくなるみたいですね。準備中っていう形になるみたいです。あとはリスポーンビーコンで蘇生してくれってシグナル鳴らす時に、今まではリンアンチ内のリスポーンビーコンを絶対スポットしてたんですけど、これからは一番近いリスポーンビーコンをピン刺すことができるようになりますね。なんかアンチ外やけど、アンチ外で蘇生してそのまんま近くの物資を漁りたいっていうこともよくあるんで、これは結構ありがたい調整なんじゃないかなと思います。まあなどなどです。はい。あとは不具合の修正ですね。レースのポータルがトライデントによって破壊される不具合を修正しました。こんなバグがあったの？で、バンガミサイルの通り抜けを修正。ミラージュのデコイがショート発しない不具合を修正。クリプト。は？これバグ？
デコイの足音せえへんのバグやったらしいぜこれこれミラージュがむちゃくちゃ今回強くなってる気がします。不具合の修正どころと騒ぎじゃない。これマジで強い。低体力時のレブラントの格闘防御すると攻撃したプレイヤーもレブラントと一緒にテレポートする不具合、そんなんあったの。ヘイズランナー内にランパーとかシーラを配置できる。そんなバグあったんや。わあ、わからんもんやね。はい、というわけで、まあ今載ってるパッチノートの解説は以上になります。また5日来たらですね、実際に検証とかもやっていきますので、よかったら今のうちにチャンネル登録してお待ちください。じゃあご視聴ありがとうございました。役になったよって方高評価お願いします。